おはざす。エフラン大学生ボットモザイグです。今日はですね、また新進系のぼっち系 YouTuber の紹介をしていきたいなと思います。はい。今日紹介するのは大山さんですね。もう概要欄にすごいわかりやすくね、こうプロフィールについて書かれてるので、もうそれ読むだけでいいのかななんてちょっと思っちゃうぐらいなんですけど、一浪一流で慶応義塾大学に通ってる大学生 YouTuber。で、まあ、学歴系のね、動画をたくさん投稿されてます。で、まあ、ライブもね、まあ、ちょくちょくやられて、今もやられてるのかな。まあ、学歴中の人と、まあ、コメントで話したりとかしてて、まあ、登録者1万人を目指してるそうですね。ちょっとチャンネル登録するの忘れてたんで、今、押しておきます。はい。まあ、もう、今のでね、もうだいぶ説明はついてしまったんですけど、まあ、もう一度ね、話しておくと、まあ、この方は、もともと、まあ、一浪して、まあ、9手だったかな。北大受けたりとかして、結構その、まあ、難関大を目指して、まあ、浪人をされて、で、まあ、結局、その、まあ、書いてありますね、こっちに。東大落ち、東大を志望して、でも結局、その、東大には受からなかったけど、まあ、慶応っていうね、まあ、みんな大好き、まあ、有名私立ブランド大学の、まあ、慶応の文学部に合格されたと。まあ、ただね、まあ、そこからも、まあちょっと、まあ、簡単にはね、なんて言うんでしょう。山あり谷ありと言いますか。まあ、授業の成績があまり良くなくて。で、まあ留年してしまったと。で、まあそういったね、まあ留年だったりとか、まあ浪人もそうですし、まあ、ちょっとそのクズ大学生みたいな感じですごい動画出されてまして、まあ、受験の時に出会い系サイトにめっちゃ時間使ったよみたいな、この話もめちゃくちゃ面白くて、なんかハッピーメールってやつで、なんかメールアドレスをフリーのメアドでたくさん複製して、で、その副アカを作って、で、その1個のアカウントにつき、なんか1時間分、その女の子と話せるみたいな、そういうので、もうひたすらいろんなアカウント使い回してやるみたいな。でも結局それって、そのハッピーメールって桜しかいなくて、業者ばっかで、実際にその出会える人はほとんどいなくて、まあ無駄でしたみたいな、時間の無駄でしたみたいな話とか、ちょっと捨てハゲさんっぽいですよね。はい、顔はちょっと捨てハゲさんってよりかは、元ね、武田塾塾長の林さんにちょっと似てるかなって感じはするんですけど、はい。まあ、それはどうでもよくて、まあそれだけではなくね、まあやっぱりその慶応で学歴系 YouTuber の人って、確かなんか僕が記憶してる限りだといなかったんですよね。慶応文学部だとなおさら。まあなのでね、すごい希少価値も高い。しかもそのインドの航空レビューだったりとか、まあ、そういうのは海外にも、海外の経験もある。で、なんかその慶応義塾のサークル内にも精通されてる。で、まあ受験もね、一浪なんでね。で、しかも東大受験生ですからね。もう知ってるわけですよ、受験のイロハを。まあ受験の話もできる。で、しかもなんかサムネもなかなか、クリックしたくなるようなすごい押し出しの強いサムネ。ということで、もう今めちゃくちゃ伸びまくってまして、これがね、半年前に一応作ってはいるけど、でも精力的に投稿始めたのは大体2ヶ月前で、この2ヶ月間でもう1万再生超えの動画も出してて、で、今登録者がね、600人近くいるっていう。で、まあ1万再生してる動画1本なんですけど、このもう1本のこの動画もね、もう多分1週間とかで多分1万再生超えますし、でまあ、1ヶ月前のこれもね、5000再生近いんで、YouTube 初めてね、2ヶ月で、これだけ再生数稼げてるっていうのは、尋常じゃないことです。すごいことです。匿名のコメントとかでさ、なんか全然動画再生されてないじゃんみたいな、僕のところにも来るんですけど、結構ね、大変なんですよ、こう YouTube で再生されるのって。でこれだけね、再生されてんで、かつね、登録者も、まあ、ショートとかも使ってなくて600人ぐらいいるっていうのは、もうめちゃくちゃすごいことなんで、まあ、1万人目標はね、もう、あとまあ半年ぐらいで多分達成できるんじゃないかっていうぐらいの勢いなんですけど、いや、すごいっすよね。うん。最近なんかこういう系の YouTuber、こういうぼっち系でしかも学歴について語るみたいな人って、あんまり、その僕のサーチ不足なのかもしれないですけど、あんまり、見ないんで、すごいね。僕も、あ、まだこういう人がいたんだってことで、すごい。嬉しい気持ちになっております。ってことで、紹介遅れてしまって、本当は1週間ぐらい前に紹介しようと思ったんですけど、ちょっと私のサボり癖でちょっと紹介が遅れてしまって、まあ、その間にね、大山さんぐんぐん伸びて、僕が見た時だと、
よりも多分ね、登録者50人以上多分増えてると思うんで、はい、ちょっと、うさぎと亀でね、あっという間に追い抜かれてしまうので、ちょっと私もね、頑張んないといけないんですけど、非常にこの留年だったりとか、まあ、浪人だったりとか、コンテンツ力の塊みたいな方なんで、まあ、ぜひね、動画もすごい面白いんでね、見ていただけたらなと思いますって感じで、今日は新進気鋭のぼっち系学歴 YouTuber についてね、紹介してまいりました。ぜひ登録していただけると幸いですって感じで、お疲れ様でした。